それでは T02 内製化のポイント、社内ルールを統一しようの発表を始めさせていただきます。このセッションのスピーカーは株式会社イエス・ウィーキャンの佐々木が担当いたします。簡単に自己紹介をいたします。株式会社イエス・ウィーキャンのシステムコーディネーター部門に所属しております。営業部門として日々お客様と接し、 システムに関するご相談をお受けし、お客様に合ったご提案をさせていただいております。それ以外にもセミナーの講師やブログの執筆なども行っております。本セッションのアジェンダです。なぜ内政化を選択するのか。内政化のメリット。内政化の落とし穴。落とし穴を防ぐためには、 開発ルールとは、ルールを統一するためには、内製化の成功事例、すべてを内製化にする必要はない、Yes, we can の内製化サポート、以上の内容で発表いたします。まず、内製化についての定義です。内製化とは、自社の製品や事務作業など、 外部に委託していた業務を自社で行うことで汎用的な意味を持ちますがこのセッションにおいては自社で利用するシステムを自社の社員の手で開発することを指しますさて現在内製化をされている企業様もあるいは内製化をしてみようとお考えの企業様もいらっしゃると思いますがなぜ内製化を選ばれたのでしょうか理由はそれぞれだと思いますが例えば アウトソーシングしようと思ったけれども会社から予算が下りなかった。なんとなく周りが内製化しているので内製化してみようと思った。納期が短くて開発会社に依頼ができなかった。まだ部署内でこんなことができたらいいなというくらいだったので開発会社に依頼せず自分たちで作ってみようと思ったなどがあるかもしれません。 内製化を選択する理由として、社内で開発するので外注よりもコストがかからなさそう。外部の開発会社と調整する必要がなく、自分たちの作りたいものが作りやすいというイメージもあるかと思います。内製化のメリットはいくつもございます。社内で開発を行うので業務に精通していること。 また、開発会社が社内にいるので、ユーザーの要件を直接吸い上げて反映することが容易です。よって、短期間での開発が可能で、かつ、稼働後も業務に合わせて柔軟な回収もしやすいという利点があります。しかし、一時的な業務で使用するためのシステムであれば良いのですが、そうでない場合、システムというのは数年単位で継続して利用していくものです。 そのため内製化を行う場合も継続していけることが必要となります。長く継続していくために考えなければならないことは何でしょうか例えば、職員の移動が多く、そのため開発ができるスキルを持った職員が移動してしまった。さらに次に移動してきた職員が必ずしもシステムの開発ができたり、IT リテラシーが高いとは限りません。 そんな場合、このようなことが起こり得るかもという例を3つご紹介いたします。まずは1つ目です。複数人で1つのファイルの開発を行っていました。それぞれどの機能や画面を担当するかなど役割を割り振ってはいましたが、それ以外は開発者個人の開発方法に任せていました。 その結果、同じような名前のテーブルが複数できていて、それぞれ誰がどの用途で作ったのかわかりません。リレーションシップを見ても、テーブルオカレンス名もコピーとついたままになっていて、どこのリレーションが何なのか、開発した本人しかわからなくなってしまうという俗人化してしまった例です。続いて二つ目です。ある社員が新しい部署に移動して、 部内システムの管理者を任されました。前任者から一応引き継ぎをしましたが、サーバーを見てみたら何も教えてもらっていないファイルが存在していました。調べてみると、どうも他のファイルとも連携しているようですが、開こうとしても引き継ぎの中でもらった資料の中にもアカウントとパスワードがなく開くことができません。前任者に聞いたところ、前任者も引き継ぐ前からあるファイルで、 結局誰が開発したのかもわからないということでファイルがブラックボックス化してしまっていました最後に3つ目です前の担当者からシステムを引き継ぎ特に何も新しい機能など追加することなく運用の管理だけしていたところユーザーから月に1回行っている処理がボタンを押したら違う動きをしているというふうに言われました しかし自分はシステムを引き継いでから特に何も修正などしていません。スクリプトを見たところエラーなどもなく見た目は正常に動いているように思います。スクリプト内部にはコメントなどもなく何が正しい動きかわかりません。ユーザーが言うように直すことが正しいのか、あるいはユーザーが間違っているのか判断がつけられない、正しい仕様がわからないのでうかに修正することもできません。 このように、例えば、引き継ぎが満足にできないうちに、開発担当者が辞めてしまった、あるいは移動してしまった。また、引き継ぎができたとしても、前任者がそれまでやってきたことをすべて一気に受け取ることはなかなか難しいと思います。ですので、落とし穴を防ぐためには、誰が見てもどのような意図や目的で作られているのかがわかるようにすることが大切です。 そのための手段として、開発ルールを統一したり、使用書など文章できちんと残す方法があります。この場合の使用書というのは、システムの構造を示す設計書などではなく、どのような目的でどのように動くものなのかなど、開発の意図を示すためのものです。今回のセッションでは、先ほどお伝えした2つの方法から、 特に開発ルールについてご簡単にご紹介いたします。開発ルールとは、開発を行うにあたっての枠組みを決めるものです。主にコーディング規約とも呼ばれます。プログラムやシステムの品質を均等にするために、開発者に向けたルール、ガイドラインを定めます。今回はその中から、テーブルやフィールド、テーブルオカレンスなどの命名規則、 スクリプトを作成する際のコメントの書き方や、リレーションシップグラフの作り方を少しご紹介いたします。開発者が同じルールのもとに開発を行うことで、システムの俗人化を防ぎ、また開発の効率を上げることもできます。まず、命名規則ですが、開発する際にフィールドやレイアウト、テーブルなど、いろいろなところに名前を付けます。当然、皆様それらの名前を付けるときは、 ユーザーに対してそれが何を示すのか分かりやすいようにしているかと思います。例えば、日付フィールドもただの日付では何の日付か分からなくなってしまいます。納品日や請求日など分かりやすい名前にしていると思います。普通に考えればそれだけでも十分なのですが、開発者が見たときにその納品日や請求日はどのようなフィールドなのか分かるでしょうか 例えば、スクリプトを作成する際に、納品書、あるいは請求書を発行した時に日付を入れる日付フィールドなのか、あるいはユーザーが納品書や請求書を日付で検索するために入力するグローバルなフィールドなのか、たどっていけばわかりますがあまりにも非効率的ですし、ミスにつながる場合もあります。このように開発をスムーズにするために、フィールド名やレイアウト、テーブル名、 テーブルオカレンスなど開発者が名前を付けるところにはユーザーがわかる命名とともに開発に携わる人が共通でわかるような命名規則を付けることが開発を効率よく行う点でも重要になってきます次にリレーションの作り方ですが弊社ではよくお客様が開発されてその担当者がお辞めになるなどでシステムの保守の依頼を受けることがございます その際に預かったファイルでたまに見かけるのがクモの巣のようにあちらこちらに張り巡らされたリレーションシップグラフです見た瞬間思わずうわぁと言ってしまうようなものもありますそこまでいくともはや開発した方にもよくわからないのではないかと思ってしまいますが引き継ぐ方はもっと大変ですですのでそうならないようにこのようにリレーションシップグラフは見やすい形にしましょう このアンカー V 方式は基本となるテーブルオーカレンスを左に置き関連するテーブルオーカレンスを右に配置していきますテーブルオーカレンスの名前もテーブルオーカレンスの並び左のテーブルオーカレンスからハイフンでつないで名前をつけていきますこのように開発に関するルールを制定し統一化します開発者本人はわかるように開発をしていても 他の人が同じようにわかるわけではありません。開発ルールは人によって使い方や意図が違っていたり、あるいは伝わり方も一位でなければなりません。また、ルールを作っても、それが誰に,伝わ誰にも伝わらなければ意味がありませんし、時間や人を経ていく間に勝手に変動しないよう、同じ内容を同じように伝えていくために、きちんと文書として残すことが大切です。 とはいえ、状況に応じてブラッシュアップしていくことは必要ですので、変更、あるいは追加された内容を文書に残していきます。そして、公認に引き継ぐ際は、文書とともに口頭で説明することが望ましいです。このように開発したシステムとともに、開発ルールも運用し、継続していくことが大切です。ここまで内製化を行うにあたっての落とし穴や、 必要なことをお伝えしてきましたここからは実際に内製化を成功させた2つの事例をご紹介いたします1つ目は鍵屋錠前のメーカーで有名なミュアロック株式会社様で製造拠点の1つである三重県の玉城工場で担当者がお一人で開発を始められ次第に工場全体にシステムが波及し現在システム開発へ切り替え始めた事例です チーム開発への切り替えをきっかけに、先ほどご紹介した開発ルールも取り入れ始めました。ミアロック様の事例は、クラリスブログやウェビセミナーでご紹介させていただいております。ウェブセミナーはアーカイブもございますので、ぜひご覧ください。ご覧になりたい方は、ファイルメーカーミュアロックで検索してみてください。 クラリスのホームページからもご覧いただけます。次に千葉県様と山梨県様、静岡県様の事例です。コロナ禍で職員の業務が増大し、健康に影響をきたすほどの業務時間となってしまった千葉県様では、ある数名の職員が紙やファックスなどで行っていた業務を電子化し、効率化を図るためにファイルメーカーでの開発を始めました。 千葉県様でも命名規則を定めたり、機能追加や修正の記録を残す仕組みを取り入れていらっしゃいます。山梨県様や静岡県様では、千葉県様のシステムをベースに、自分たちの業務に合わせた改修を行い、運用をしています。このように一つの県で内製化したシステムが他の県にも広がっています。詳しくは、エンゲージの最終日、28日の15時から、 COVID-19 に立ち向かった事例。千葉県様、山梨県様、静岡県様が未曾有の事態をクラリスプラットフォームでどのように乗り切ったのかのセッションがございますので、もしよろしければご視聴ください。ここまでで内政化って思ったより大変そうだなと感じた方もきっといらっしゃるかもしれません。 内製化といっても必ずしもすべてを自社内で完結する必要はございません。コストがかかってしまうことはもちろんありますが、自分たちでできないところはプロの手を借りることも、長い目で見たときプロのノウハウを取り入れるということは有効な手段です。すべてを開発会社に一任するわけではないので、導入コストはそれほど高くならないと思います。 では自分たちで開発を進めていく上で、プロの開発会社に具体的に何を依頼することができるのでしょうか。現在、ファイルメーカーの開発を行っているパートナー企業が150社以上あります。その中には、開発に関する様々なトレーニングを行ってくれるところもあります。パートナー企業を探したい方は、クラリスのホームページのパートナーのページをご覧ください。 都道府県ごとに検索することが可能ですので、会社に近いところにあるパートナーを探すこともできます。また、内製化支援を行っているパートナーをピックアップした PDF 資料もございますので、ぜひご参考にしてみてください。具体的にどのような支援を行っているのか、弊社でも内製化を進めたい皆様をサポートする様々なサービスをご提供しておりますので、いくつかご紹介いたします。 まず先ほどご説明した開発ルールですが、なかなか自分たちではどう制定すればいいのかわからない。そのような方に向けて、プロが実際に使っている開発ルールをお教えする内容のトレーニング講座がございます。次に、社内に開発できる人材が欲しい、育てたい。しかし、業務をしながらスキルを身につけるのは大変です。一緒に開発しましょう講座では、社内で実際に使うシステムと、 プロと一緒に開発しながらスキルを身につけられる一石二鳥のトレーニング講座です。自宅開発では、こういう機能を追加したいけれど難しい、外部データとの連携はできないなど、機能の一部だけを依頼したい、システムの開発を考えているけれども、どの業務をシステム化すればいいのかわからない、何から始めたらいいのかわからない、というようなご相談から受けたまわっております。 システムの開発は社内でできるけれども、サーバーなどの環境構築ができないという場合にも、オンプレミスでもクラウドでも環境構築のお手伝いをいたします。ご興味のある方や内製化でお困りのことがございましたら、この後の Q&A セッションやアネックスの弊社のブース、弊社ホームページからお気軽にお問い合わせください。最後に内製化を始める際に、 誰が開発をするのか、何を開発するのかなど、開発に関することは皆様考えていらっしゃるかと思いますが、内製化をどう継続していくか、また継続するためには何が必要か、ということは後回しになってしまいがちです。もちろん開発が終わってから検討することもできますが、開発前から取り掛かることで余計な手間やコストを減らし、 効率よく長期的なシステムの運用や開発ができるようになりますので、ぜひ内製化の際は一緒にご検討ください。最後に簡単に弊社についてご紹介いたします。私たちは株式会社イエス・ウィーキャンと申します。東京都南青山で1996年の設立以来、 約25年間、一貫してクラリスファイルメーカーの開発からトレーニング、クラウド事業などを行ってまいりました。現在ではクラリスパートナーに認定されており、日本で8社しかないプラチナレベルにも認定されております。弊社では DX に取り組む企業を応援しております。社内システムを内製化したいけれど、開発できる人材がいない。俗人化やブラックボックス化しないか不安。 サーバーなどの環境が構築できない。そんなお悩みを解決するために、プロと一緒に開発しながらスキルを学べる一緒に開発しましょう講座。社内の開発ルールを統一し、俗人化やブラックボックス化を防ぐ開発ルール講座。サーバーなどのシステム以外の構築はプロに一任できるクラリスファイルメーカークラウド。 または AWS の導入運用支援など皆様の内製化のお手伝いをいたします。詳しくは弊社サイト ywc.com をご覧ください。